皆さんこんにちは。ブリラペルイルグストディレクターの小林純平です。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりの配信になるんですが、本日はこちらを見ていただいても分かる通り、春物の新作をご紹介していきたいと思います。ちょっと昨日親知らずを抜いて、ちょっとこっちが顔が若干腫れてるかもしれないんですが、ご了承いただければと思います。じゃあ早速ご紹介をしていきたいと思います。まずは一つ目ですね、こちらミダの M65 になります。こちらの形自体は、この秋冬も展開していた、別注の M65、自分が持っていたヴィンテージの M65 を、忠実に再現をして、こういったディテールですとか、あとこういうエポレットの幅だったりとか、あとこの襟の開き方、あとここにボタンホール開けたりとか、そういったところも、リアルに踏襲をしたモデルの春夏版になります。こちらに関しては素材をポリエステルとナイロンのものになりますので、以前のものよりも非常に柔らかくて軽いものになっておりまして、この素材ナイロンとポリエステルを、高密度に織り上げていることで、独特の生地感、細かいシワがしっかりと入るような、このドレープ感がしっかり出るような素材になっております。高密度に織ってますので強度もしっかりと出るようになっていると、あと洗いをかけてますので、ステッチの部分ですとか、あとここにロープが入っていますので、この部分に当たりが出るようになっていたりですとか、そういった普通のナイロンですと結構平面な感じになってしまうところを、こういう前のフロント部分の当たりが出たり、細かいシワが入ることによって、こなれた印象になるように仕上げています。こちら色がこのサックスと定番的なオリーブグリーンと、あとネイル、この3色を展開しております。で、個人的には、このネイビーが実はおすすめでして、色的にはこの辺りが結構春らしい印象になるんですが、なぜこれがおすすめかと言いますと、ジャケパンスタイルですとか、あとはちょっとカジュアルに着崩したスーツスタイルとかにさっと上に羽織って春先いただけるかなっていうところでして、どうしても4月とか、3月後半とかになってきますとウールコートだとちょっと重たい表情になってしまうんですけど、これナイロンのものをさっと羽織っていただいたりすると時期としてはマッチするのかなというところです。秋冬のスーツの上にさっと羽織っていただいても違和感なく着ていただけますし、春先のスーツで着ていただいても綺麗にはまるようになってます。はい、こちらで着用しているのがサイズ L サイズですね。見ていただくと分かるんですが、通常の M65 ですと腕がもっとボリュームがあって、正直ちょっと大人の方だと着づらいフィッティングシルエットになっているんですが、これは腕が比較的スッキリとしたものになっております。で、身幅もそんなにゆったりとはさせていないんですが、昔のようなスーパースリムのようなフィッティングではなくて、程よく肩も少しだけリラックスした表情になってますので、これ L サイズで、自分今はニットの上からですけど、ジャケットの上からも着ていただけるモデルになっている。で、こちらのカラーに関しましては古着でもほぼ見かけないですし、新品でレプリカとかでもほとんど見かけないカラーになりましたので、こういったもともとベースとして存在しているものにはなるんですが、春らしいこういったサックスも今回展開しております。意外にこのブルーが売れ行きが好調ですので、気になる方はお早めにお問い合わせいただければと思います。続きましてこちらですね、フォローデニムの G ジャンになっております。こちらはビームスでも数シーズン展開している日本のデニムブランドでして、もともとはデザイナーズ、ヨーロッパのメゾンブランドとかのデニムも手掛けられていた日本人の方がやられているブランドになります。形自体はこちらがこのブランドのシグネチャーモデルですので、ビームスでも数シーズン取り扱っていたモデルを、今回も採用しております。で、今回一番の違いとしましては、この程よい、ダメージ加工、色落ちを施しているというところになります。
今まではもう全てリジットと、まあ、ワンウォッシュでほとんど、まあ、色落ちがしてないモデルだったんですが、今回こちらを新しく採用しております。でこちらの色落ちなんですが、まあ、元々デザイナーの井出さんという方が実際リジットから着込んで、まあ、これぐらいの色落ちになっていましたので、まあ、そのモデル その実際着用されていたものをこちらで再現したものになりますので、色落ち部分ですとか色落ちの雰囲気ですとか、そういったものが非常にリアルなものになっております。まあ、色落ちしたデニム、あの皆さんインスタだったりとか雑誌とかそういったものでよく見かけられるとは思うんですが、まあ、古着で着てらっしゃる方が多いんですけど、実際古着ご自身に合うサイズを探そうとすると結構やっぱ難しかったりするので、まあ、そういった意味では、まあ、その雰囲気をまあ楽しんでいただけるように、まあ、リアルなこの色落ちで、なおかつそんなにあのここが一番大事なんですけど、汚く見えない上品な色落ちっていうところでこれをピックアップしてきました。ちょっとこちらも一回着てみます。はい、実際着用してみました。こちらがサイズ L サイズになります。サイズ展開は XL まで展開しておりまして、 SML、XL 展開になっております。形自体は今までビームスで展開していたモデルと同じですので、ご存知の方も多いかなと思います。リーバイスとかと比べて、まあ、比較的スリムなシルエットになってますので、今自分が履いているようなスッキリとしたシルエットのウールパンツとも非常に相性のいいものになっております。止めていただいて、まあ、自分も冬場とかよくするんですけど、この上にコート着たりですとか、まあ、そういったスタイル、まあ、レイアウトスタイルも楽しんでいただけるものになっております。こちらが、フォローデニムの G ジャンになります。じゃあ次のご紹介をしたいと思います。はい、では3つ目ご紹介させていただきます。こちらはビームスでも非常に人気の高いオーベルジュの、コードになります。こちらは別注のシリーズではなく、オーベルジュのインラインのものをピックアップしております。でこちら結構変わったカモフラージュ柄なんですが、これはオーベルさんが一からデザインしたものではなくて、実際に1942年、まあ、イギリス空軍で採用されていたブラッシュストロークカモというものを、採用しております。ただ結構不思議な柄になってまして、まあ、通常の迷彩っぽい部分もあれば、結構ちょっとブロックで大きくデザインされている部分もありまして、カモフラージュの柄の中でも結構珍しい柄になってまして、まあ、結構そういうミリタリーもの好きな方の中ではレアな商品で人気があるものになっております。でこれは結構パッと見派手な印象にはなるんですが、実際着てみると結構色合いが落ち着いてますので、そんなに見た目以上に派手な印象にはならないものになってますので、ちょっとこちらも一回着てみたいと思います。はい、実際着てみました。こちらでサイズが42というサイズでして、通常 L サイズになります。オーベルジュはこれをもう一個で44というサイズまで展開しております。まあ、自分が着ても結構まだゆとりがあるサイズですので、44だと結構カジュアルにラフに着る方がお求めいただきやすいサイズかなと思います。こういう感じです。ですので、こう見ていただくと、意外に着るとこういうドレープが出たりですとか、そういった部分で柄がそんなに大きく目立たないようになってますので、あとは腕の部分がダークオリーブですね、濃いオリーブの部分が結構目立ちますので、着るとそんなに派手な印象にはならないものになっております。まあ、こちらが、この春夏シーズンオーベルジュの一番目玉的なファブリックと柄になっておりました。はい、では4つ目ご紹介したいと思います。こちらはエンメティのハイブリッドパーカーになります。まあ、何がハイブリッドかと言いますと、この身頃の部分がレザーになってまして、まあ、袖とこの背中の部分ですね、こちらがジャージー素材、非常にこう伸縮性のある素材を採用した
ものになっております。去年もこういったモデルが非常に反響が良かったので、まあ、今回はそれをアップデートさせてこのパーカーバージョンにして、別注をしております。最初エメティさんで展開されたのはこのボディと腕が逆になってまして、まあ、ボディの部分がジャージーで袖がレザーだったんですが、伸縮性が求められる部分というのは腕の部分なので、まあ、袖をもう少し動きやすいようにということで、こちらジャージーを袖に持ってきております。ですので、まあ、車を運転したりされる方とかには非常に適しているものと、まあ、ジャージーですので非常に肌触りがいいものになりますので、まあ、T シャツの上にさらっと着ていただいても、ゴールデンウィークぐらいから少し気温が上がってきた時もさらっと着ていただけるものになっております。ちょっとこちらも実際着てみたいと思います。はい、実際着用してみました。こちらがヘンメティサイズ50になります。まあ、知れてこういった形になります。自分はいつもエメティのユリですとかはサイズ50を着ておりますので、まあ、通常のエメティの、まあ、お求めになられているサイズ感で問題ないかと思います。ですので、これが非常にこう伸縮性が高いので、まあ、腕をこう曲げても全くノンストレスで非常に着やすいものになっております。全然ブラックデニムで合わせていただいてもいいですし、ウールのイージーパンツですとか、あともうそれこそジャージーパンツとか、そういったもので合わせていただいてもいいかと思います。でお色がこちら黒とあとオフホワイトの2色の展開となっております。じゃあ最後アイテムをご紹介したいと思います。はい、最後ご紹介しますのは、まあ、自分が今ずっと着てたこちらのエンメティのシャツアウターになります。こちら、まあ、レザーのもうシャツですね。こちらもともとはエンメティでもインラインで展開していたんですが、インラインはもっとタイトなシルエットでして、まあ、本当にインナーで着るようなシャツのフィッティングだったものを、まあ、春先アウターとしても着ていただけるような、フィッティングに、まあ、身幅だったりですとか、まあ、肩幅とかそういったものを修正しております。あとはまあこの襟の大きさですとか、そういったところもポイントとなっておりまして、まあ、あんまり大きすぎると主張が強くなりすぎてしまいますので、まあ、襟の大きさなども気をつけてポイントになります。これでサイズが50になりますね。でこちらなんですが、便利な部分はこの横がポケットがちゃんとついてますので、まあ、春先ですと、まあ、手ぶらのマシーンとかも多少出てくるとは思いますが、ここがまあちょっとさっと何かを入れれるような仕様になっているのが隠れたポイントとなっております。ただここが縫い目に沿ったポケットになってますので、まあ、パッと見はほとんどわからないものになっております。今自分はこうニットとか薄手の 春物のニットを着ているんですが、まあ、秋冬ですとタートルのニット着ていただいて、まあ、フランネルのパンツ履いていただいたりできますので、まあ、秋口とかもこちらは楽しんでいただけるアイテムになっていますので、まあ、春夏物で入荷していますが、まあ、レザーですので、まあ、オールシーズン楽しんでいただけるものとなっております。以上が、ブリラのおすすめのアウター紹介となっております。まあ、今後ジャケットですとか、ニットですとかそういったものもご紹介をどんどんしていきたいと思いますので、またそちら楽しんでいただければと思います。では最後恒例となりました例のやつをいきたいと思います。じゃあまた配信見てください。じゃんけんぽん。ありがとうございました。